スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は 先江のメンタルタフネスへの道皆さんこんにちはカウンセラーの先江です えー、私の会では皆さんのメンタル力をパワーアップできるようなヒントをお届けしたりストレスとの上手な付き合い方など心がちょっと軽くなったりへこんでも上手に立ち上がるコツ、えー、あるいはメンタルヘルスの、えー、関連情報そんなことを毎回お話ししている番組になります、えー、今月はですねやる気スイッチはどこにあるのかっていうようなお話をしたいと思います。 最近はねあまり見ませんけれどもなんかやる気スイッチ押すような,な CM ねえ皆さん過去にご覧いただいたことあると思いますああいうスイッチが、ね、あったら本当に便利ですよね自分自身で押すということもそうですしえあるいは上司の方が部下のやる気スイッチを押したいっていうようなねことを考えている方も中にはいると思います なので、えー、今回はこのやる気スイッチというところをテーマにお話をさせていただきたいと思います先へのメンタルタフネスへの道きれい、気持ちいい、心地いい住まいから笑顔を作り出す宝広記は そんな住ままいいいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去鉢の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝こう そもそもそのやる気スイッチとは何なのか、えー、そんなものね、えー、当然のことながらないというふうに、えー、思ってらっしゃる方もいると思うんですねで、えー、まあ見えるものでもないですしね、えー、そうなるとそのやる気スイッチがあると思われるところはやっぱり脳の中で起こっている出来事というふうになりますよね。 でこれはあのやっぱり自分で感じることができても周りからは見えてない部分というふうになりますからだから周りの方がね、えー、他人のやる気スイッチを押すというのは到底できないかもしれないと思われると思いますじゃあこの脳の中でやる気スイッチと関係性があるものとしてはどういうものがあるのかっていうことなんですが これはですね、神経伝達物質の中の、えー、例えばドーパミンと言われているもの、あるいはノルアドレナリンと言われているもの、そしてセロトニンと言われているものが、まあそういうふうなところで関係性があるのかなっていうふうに、えー、研究結果でね、発表されているようもします。じゃあそれぞれね、どんな働きがあるのかということなんですけれども、まずドーパミンというもの、 まあねえー、聞いてる方で、えー、この言葉を知ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。これはですすねね、えー、脳を覚醒させるるようなな神経の伝達物質になってるんで,す、ね、でこのドーパミンというのが、えー、即頭葉を刺激すると、えー、喜びとか快楽とか、まあ、そういったものの、えー、快楽ホルモンみたいに呼ばれてるんですけど、まあ、そういったものが出てくるっていうようなものなんですね。 でこの前頭のねそういった活動を活発にして、えー、創造性とか、まあ、精神機能とかそういったものが活発化されることによって、まあ、行動を起こす動機づけとか、えー、学習を活発にさせるような因子になりうるというような研究結果が出てるっていうものなんですねなので、えー、やる気のスイッチを働かせるためには、まあ、このドーパミンが重要なんじゃないかみたいな ことを言ってらっしゃる方、結構いらっしゃると思います。えー、次に、えー、ノルアドレナリンっていう物質、これはどういったものなのかということなんですが、えー、ドーパミンと同じようにですね、ノルアドレナリンも、まあ、覚醒作用があるホルモンというふうに言われてます。なので、まあ、激しい感情とか、えー、強い肉体作業なんかで、えー、人体がストレスに感じたときに脳内から放出されるということなんですね。 気分を高揚させたりですとか、恐怖とか驚きの妊娠、まあ、にもなることから、怒りのホルモンなんていうような呼ばれ方もされているようです。なので、このノルアドレナリン、まあ、特にね、緊急事態の際に外からストレスに対応しようとしてですね、まあ、脳の活動とか、えー、活発化したり、集中力を高めたりというようなことをしてくれるようなホルモンなんですね。なので、その結果、 そう、まあ、トラブルへの対応ですとか、えー、そういったことを対処しやすくするには、えー、このノルアドレナリンというものが、えー、結構大切な役割を出しているというふうにも言われてます。で最後にセロトニンというものですねこのセロトニンっていうのはですねドーパミンとかノルアド,アドレナリンというものとはちょっとね、えー、違うんですね。 興奮したり活性化するというよりは、他の2つの働きの調整機能をするような働き方をします。で、このセロトニンというのはですね、別名幸せホルモン、幸福ホルモンというふうに呼んでいる学者さんなんかもいます。どういうことなのかというと、これ神経を安定させたり、平常心で物事が進むようにしたり、 あるいは柔軟な発想ができるようにしたり、そんな働きをしてくれるのがこのセロトニンっていうふうにも言われてます。なので、まああのね、うつ病の研究なんかをしているところによりますと、このセロトニンっていうのが、平常の方と比べるとうつ病の方はこのセロトニンがそもそも減ってるみたいなね調査結果を発表しているようなところもあります。 なので、えー、このセロトニンというのはですね、あのそういう意味でも、まあ、減ると良、えー、くないと。で、これが、えー、正常に保たれていると、幸福ホルモンとしてね、えー、楽しみとかそういったのが感じやすくなるような働き方ということでしょうかね。なので、えー、これらのね、えー、ドーパミンとか、えー、ノルアドレナリンとか、セロトニンとか、 まあこういった神経の伝達物質がバランスよく機能していることで、やる気スイッチというのが入りやすくなるというふうにも言われています。ね、でも、この神経の伝達物質ですから、どんだけのものが出てるのかとか、えー、正直見えませんし、えー、逆にですね、ストレスがかかりすぎていたり、ね、すると、こういったものが減ってくるというようなこともありますから、 やっぱりずっとね使い続けるということもできないわけです。で、えー、この神経の伝達物質、えー、消費すればするほど、えー、働きは鈍くなってきて、えー、機能しなくなってくるというふうにも言われてます。それをまあ睡眠ですとか、えー、リラックスとか、まあ、そういったことによってリカバリーされるというのが人間の体の仕組みになっているんですね。なので、えー、やる気を起こすこの神経伝達物質 使えば減るということですから、やる気というのには限りがあって、で、それをですね、上手にコントロールして、本当にいざ、ここぞという時に使えるようにしていく必要性があるのかなというふうに思います。じゃあ、そのね、脳の管理システムであるやる気の放出を判断を下すのはどういったことなのかということですけれども、これは、 えー、緊急事態のとき、あるいはですね、社会的意義の高い行為をしているとき、あるいは、えー、達成できるぞ、えー、というような、えー、そういう気持ちを持っているとき、まあ、こういうですね、3つの機会のときに働くのではないか、というふうに言われています、えー。緊急事態、それから社会的意義の高い行為、そして、えー、達成が確認できる行為、 こういったことをやるとやる気スイッチ起こるっていうふうに言われているのでちょっとねそれぞれじゃあこれについても考えていきたいと思いますまずね緊急事態という方法でやる気を放出させるということなんですけれどもこれ例えば火事場のバカ力っていう言葉がありますよねあれはまさに緊急事態の時ですよね でそういった時に、先ほどのね、ドーパミンとかノルアドレナリンというのが活性化してくるわけです。緊急事態ですから、えー。そういった時に意識的に、えー、そういったものが活性化してきて、えー、普段以上の力が発揮できるというようなやり方になりますよね。なので、まあ、このね、緊急事態を意識的に作っていくことで、えー、活性化させてやる気を引き出すというのも 一つのやり方です。例えばですけれども、えー、何ですかね、何か期限を区切ったりすると、えー、もうすぐ締め切りだ、やばいやばいやらなくちゃ、みたいな感じでやる気スイッチ入りますよね。これ、えー、この緊急事態でのやる気スイッチの入れ方だと思います。私結構ね、この緊急事態を自分自身で作ったり、あるいは周りからもう提出ですよとか、 えいついつ締め切りですよみたいに言われて慌ててやるみたいなことで結構この緊急事態でのやる気スイッチを入れるという方法を結構使ってます。やっぱりですねあの何かを達成させたりあるいは、えー、そういったことをすることに苦限を区切るというようなことによって、えー、人はねモチベーションというか、まあ、そういった意味ではお尻に火がつくというか、まあ、そういうやり方結構皆さん使ってらっしゃると思います。 あるいは何かを達成させるためにですね、お酒を断つですとか、えー、何かね、欲しいものを買わないようにして、えー、頑張ったご褒美でそれを手に入れるですとか、まあ、そういうやり方をやってらっしゃる方もいらっしゃると思います。これも同じですよね。えー、自らが何かペナルティーのようなものを決めてですね、あえてそこでやる気を奮い立たせるというようなやり方だなというふうに思っています。 以前はそうですね、日本の,あの会社でも、この緊急事態でのやる気の,あの上げ方みたいのを結構部下の方にね、強いているような会社見受けられてたかなと思います。部下のこのやる気スイッチを押すための緊急事態をあえて作る、例えばですけれども、それがまあえパワハラ行為的な近いやり方かもしれませんが、 ま以前でしたらですね、えー、なんでできてないんだとか、えー、何回も言わせるなとか、お前は入社何年目なんだいつになったら言われなくてできるようになるんだみたいにですね、えー、怒鳴られたり、えー、結構怒られたりっていうようなこと、まあ、あったんじゃないですかね。まあ、ひょっとしたら今もね、そういうふうにしてらっしゃる女子の方いると思うんですけども、 まあ、こんな言葉を部下の方から日常的に、あ部下の方がですねえ、上司から日常的に聞かされたら、まあ、どうなるかといえばですね、えー、やめさせられちゃうかもしれないとか、あるいは、えー、昇給できないかもしれない、逆に降格するかもしれないみたいな、そういう感情がまあ湧き起こりますから、これが、えー、気球自体だ、みたいに感じてですね、 先ほどのドーパミンとかノルアドレナリンとか、まあそういったのが活性化して何が何でも結果を出さなくちゃとか、上司の言うこと聞かないとやばいみたいにですね、会社辞められさせられちゃうみたいにして、まあ、あの、頑張るみたいなやり方でしょうかね。 まあ、これがいいか悪いかというふうになるとまあ本当にね最近はあのパワハラ行為は良くないというのはもう世間一般的に言われている行為ですからあ,のあまりいいやり方とは言えないですよねえおすすめはしないというふうになりますけれどもまあ,あの以前はねやっぱりこういったことでやる気スイッチをあの押してですねえ上司が部下を ここういういとを聞かせせてです、ねえー、頑張らせるみたいいいののがあったたかなううふうに思いますただねやはりこの、あのー、緊急事態のやり方ですと、えー、さっきねパワハラ的なっていうふうにお話ししましたけれどもやっぱりパワハラ行為はもう法律でもね、あのー、今年の6月に関連法が施行されてきてますし、まあ、そもそもですね、あのー、最近の若い方はこのやり方では上司についていかない。 で,すよ、ね、で以前まあ,あの上司の方の世代で言うならば転職というのは、えー、容易ではなかった世代ですから、えー、なかなかね会社を辞めるということには大きな決断というふうに思われている方まだいらっしゃると思うんですけれども最近はやっぱり転職もねあの以前と比べるとそこまで できにくいものではなくって逆に若い方ほどですねあの自分に合わない職場であるならば次にステップアップで次に行こうみたいに考える方の方が比較的多いですからこのねやり方であると、えー、ついていかないというのはそういうことだと思うんですねで、えー、うちの上司がこんなんだったら他の会社に行ってしまうみたいなところがありますから やっぱりこのね、緊急事態でのやり方のやる気スイッチは、あの、おすすめしないというふうになってきます。じゃあね、どんなふうにしたらいいのかということで、二つ目いきたいと思います。先へののメンタルタルフネスへの道第一官業信用組合は、 都内全域に26拠点を配し地元の皆様から関心の愛称で親しまれています地域との触れ合いを大切にし皆様の幸せに貢献いたしますこれが第一関心の経営理念です中小企業オーナーの皆様企業・創業を目指す若者女性経営者の皆様 どうぞ気軽に視点をお尋ねください。共に未来を語りましょう。関心で安心を。先へのメンタルタフネスへの道。え二、ー、つ目のやる気スイッチとしてはですね、社会的意義の高い行為。 というのをするとやる気スイッチが起こるというふうに言われてますこれは誰かの役に立っていると実感できる、えー、そういったことが大切なんですねあのー、人には承認欲求というのがありますで、この承認欲求が満たされるというのがこの社会的意義の高い行為をしていることによって、えー、満たされるというふうになるのでやる気スイッチが高まるということなんですね まあ、あの最近のね、えー、新卒の方に対する、まあ、仕事を選ぶ基準会社を選ぶ基準なんかのアンケート調査によりますとやっぱりこの社会的意義のある仕事を選ぶ傾向が増えてるっていうような結果も、まあ、以前見たことがあります。あのなのでお給料とか、えー、会社のネームバリューとか、まあ、そういったことよりも自分が誰かの役に立っている。 社会の役に立っている、そういったことが実感できる仕事、それを若い方ほど選ぶ傾向があって、なので、仕事の中でもそれを見出していってあげる必要性があるというふうに思います。なので、この社会的意義を高めるためのスイッチを入れるためには、やっぱりですね、お客様から例えばありがとう 助かったわーみたいに感謝されるような仕事であれば当然この社会的意義のスイッチ高まりますよね。ああやっててよかったな。またこの仕事頑張ろうみたいな感じでですね、そこのスイッチは高まるわけです。じゃあ、あの上司の方がいかにこの社会的意義のスイッチを部下の方に働きかけることができるのかとなりますと、まあ そもそもねあの、そういうふうにお客様と直接コンタクトを取って、お客様から声を聞けるような職種であれば、そこのスイッチはねあの、自然と高まっていくのかもしれないですけれども、そうじゃない職種、そうじゃない仕事というのも結構あると思うんですね。じゃあ、その時に上司がどういうふうな、えー、その社会的意義の目的を果たしてあげるのかというのが大切になってくるので、 そのためにはですね、どんなに小さな仕事であってもどんなに本人がこの仕事をやってて何になるんだろうなみたいなことを思っていたとしてもですよそれが必ず誰かの役に立っている必ずですねそのちっちゃい仕事は大きな役割を担っているというふうに思わせてあげること全体像を見せてあげるそういったところが上司の役割として必要なのかな思います。 いいうふうふに思いますこれあのひょっとしたら前もねお話ししたかもしれないんですけれども似たようなことで、えー、私が前ね会社勤めしていた時の話になるんですけれども、えー、まあ総務部なので、えー、いろんな雑用ね雑多なことを、えー、正直やるっていうのも結構多いんですね。で、えー、私の部署に配属された方がですね 当然のことながらその雑多のことを結構あのやらされてたわけですよ。例えば郵便物ね会社にボーンって届く郵便物を仕分けるですとか当時はねやっぱりファックスの方がメールよりも主流でしたからいろんな会社さんから届くファックスなんかも同じくですね各部署のところにこう届ける仕分けるみたいなことを やっってるような仕事だったりもしますそうすると正直ですねそんなこと毎日毎日やらされてたらつまんないなと誰がやっても同じじゃないのみたいに、えー、思ってもしょうがないと思うんですね。えー、それそううだと思うんですなので、えー、そのね、えー、ことをやるようになった、えー、私のところに配属された方がですよ「こんなことなんで私がやらなきゃいけないんですか?」 えー、言ってきたんですねこんなの誰でもできるから、えー、私じゃなくてもいいんじゃないかとで私はもっと違うことがしたいんですみたいなことを言ってきたんですでその時に、えー、その方にねお話ししたこととしてはその郵便物を仕分けるという仕事がなくなったらどうなると思うとで、えー、そうするとやっぱり いろんな人が郵便物届かないとなると当然困りますよね。まあファックスもしっかりなんですけれども困りますっていうんですね。そうだよね。えー、あなたのやってることはすごく些細なことだしつまらないと思うかもしれないけれども決して無駄な仕事ではないよねっていう話をしたんですね。でまあそうだよねってご本人はそこの部分は納得しますし。 でもじゃあ私がやる必要ないんじゃないですかっていう部分これについて私がどういうふうに言ったのかっていうことなんですけどえそれをねただ単にそのいろんな部署のトレイに仕分けるそれだけだったらえ当然誰でもできると思うよただこれをあなたに任せてるっていうのにはどういう意味があると思うこれをやることによって何か得られるものないかな っていう話もしたんですねで、えー、その方がちょっと考えていろいろね言っていただいたんですけれどもそうすると例えば、えー、郵便物ですから当然どっから来てるのかっていうのは、えー、分かりますよね、えー。何々印刷会社とかいろんな取引先からねいろんなもの届くじゃないですか何々会社とか。 えー、そうするとその届いた、えー、ところとその部署が関連性を持って仕事をしてるんだなうちの会社はこれぐらいのところと取引があるんだなっていうのが見えてきますよね。特にファックスの場合はですねある意味内容までも結構もう見えちゃうわけですよ郵便物じゃないので。でそうなると この会社今、この部署今こういうプロジェクト進んでるんだなとか、この部署は今こういうことでやり取りをしてるんだなっていうのが必然的に目に飛び込んでくるわけです。ということはですね、やっぱりそのただ単に仕分けるだけではなくって、そういったところまでも注意を向けるというふうになると、このちっちゃいちっちゃい仕事がすることによって、 会社の全体像が見えてくる。会社の全体像が見えるというのは、総務にとってすごく大事なことなんですね。そういう目的があって、そういう、あの、なんてうんですかね、全体を見る。これによって、えー、自分のステップアップができる。で、これによって、いろんな部署の、えー、ところが見えてくる。それによって、えー、会社の役に立ってる。えー、というような、 ところがモチベーションととしてね出てね出くるとこの郵便物を仕分けるファックスを仕分けるただ単にこの単純作業でつまらないというふうに思っていることの意義というものが見て取れるようになるのでその方はですねそれ以降それをやることに対する不平とか不満というのは発信しないようになったんですね。ここんなふうにやっぱり、えー、人のスイッチというといろは 2、えー、つ目のね、社会的意義、そういった行為をすることによって、えー、得られていくものなんですけれども、えー、このあたりのところのやる気スイッチというのは、会社の全体像だったり、ちょっとした仕事だったとしても上司の方が広い目線を、えー、持てるような投げかけ方をすることで、スイッチをされていくのかなというふうに思います。えー、最後のスイッチとしてはですね、えー 達成感っていうところがポイントになってきます。えー、達成が確認できるような行為をしていると当然のことながら、えー、スイッチが、えー、押されるわけですね。できるっていう気持ちがなければそもそもやる気なんて起きないですよね。で、そのためにはできるっていうものを信じる、その信じる力というのが必要になってくるんですね。まあね、ゲームでも何でもそうじゃないですか。 あのこの面もうちょっとでクリアできると思うとですね時間を忘れてわーっとやるですとかえこれだけ勉強したんだから絶対に合格できるはずって思って試験に挑むとえ割とですねスムーズにできるようになるですとかまあ、えー なんですかね演奏なんかもそうですよ。なんか楽器とか、えー、やってらっしゃる方であれば、一生懸命練習してきたんだから、えー、それなりに自分はうまくなっているはずですとかね、えー、そのようなところを思う達成感が、えー、自分なりに確認できるというようなことをしていくことで、やる気スイッチというのは押されるようになります。なのでね、えー、自分ができるはず、 っていうようよな自、えー、自分で自分でを信じるみたいなところがこのやる気スイッチの中にはすごく大事になってくるんですね。じゃあそんな風なやる気スイッチできると思う、えー、そういうものを思わせるための動機づけっていうのが、えー、必要になってくると思うんですけれどもそれを、えー、上司の方がどんな風にして、えー、押してあげればいいのか。 ととといいうところがポイントになってくると思いますそういうですね、まあ、あのいわゆる内発的な動機づけっていうね言い方できると思うんですけれどもそれをコントロールするっていうのは結構難しいんですけれどもそれを上手にやっていくことによって上司、えー、の方がねそれをうまくこうやることによって部下の方のやる気スイッチを押すということができるようになってきます。このね えー、内発的な動機づけでの、えー、部下のやる気スイッチの押し方についてはちょっと話がね、えー、また長くなってしまうので、えー、これについてはちょっとまた来月ねお話をさせていただいてその部下のやる気スイッチの押し方、えー、どんなのようなことができるのかについては、えー、また次回に、えー、引き続きお話をさせていただこうというふうに思います。 への道。あなたならどの資格を目指す大きくなったら忘れてしまうと思うんですでも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんですこの手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよ それをままたた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいからブラッッシュアップ学びスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ。 の道。えー、今月はね「やる気スイッチ」のところで最初はちょっと脳内の伝達物質のお話をさせていただきましたドーパミンとかねノルアドレナリンとか、えー、そういう物質ですよとか幸福ホルモンのねセロトニンっていうのもありますよっていうようなお話から、えー、じゃあそのね「やる気スイッチ」どんな風にしたらいいのかというところで緊急事態 のような状況を作るのかあるいは社会的意義の高い行為というのを作るのかそしてあるいはですね3つ目としてはそうではなくて内発的な動機づけのお話なんかをさせていただきました来月もねちょっとこのお話について引き続きお伝えさせていただこうというふうに思いますではまた来月お会いしたいと思いますありがとうございます